さ。大雪山周辺の岩場に佇むと、時折鋭い鳴き声を耳にすることがある。声の主はエゾナキウサギ。警戒心が強く、岩場を素早く移動するため姿を見ることは難しい。しかし時折日向ぼっこをするようにじっと動きを止めることがある。丸くて小さい耳、短い手足、ウサギ目の中でも原始的な形態を示す生きた化石である。ウサギの仲間は3700万年前ごろ、現在の中央アジア付近に現れたと考えられている。一般的なアナウサギとナキウサギがいつ頃分かれたのかは定かではないが、草原性のアナウサギはヨーロッパから北アフリカに広がり、寒冷地を好むナキウサギはシベリア方面に広がっていった。他の動物に襲われやすいため、ウサギの生息地は荒れ地や寒冷地に偏ったが、そこは餌となる植物も限られていた。そこでウサギは消化の難しい小枝や樹皮からでも栄養を摂取できるように盲腸を発達させる。ウサギの盲腸には多数の共生菌が住み、消化物を発酵させてビタミン類を作り出す。その盲腸で発酵した便を食べることで、ウサギは荒れ地に適応できたのだ。やがて氷河時代になり、ナキウサギは氷床の拡大に合わせるように生息地を南下させる。北海道にナキウサギが生息するのは氷河時代の名残なのだ。氷河時代に北海道に渡ってきたのはエゾナキウサギだけではない。大雪山系ではそういった鳥、昆虫、そして植物を見ることができる。その一つ、ヒメイソツツジは意外なところでエゾナキウサギとつながっている。冬眠しないエゾナキウサギは冬の栄養不足を補うため、毛腸糞をイソツツジの葉とともに貯める。イソツツジには小脳に似た揮発成分が含まれており、この作用で糞にカビが発生しないのである。厳しい自然環境の中で生き延びるため、寒冷地に育つ植物には有毒成分を持つものが少なくない。その一つをナキウサギは巧みに利用しているのだ。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。